構えたところに、うん、自分からそれはね、フジテレビの会場から桜さんに北口さんの話したら5分ぐらい見てたんですよ。あのね、わかるね、せいさんはね、名前のところしか何もよ、ずーっとあのね、もいいね、はい。
の好みだったからつい口に出ちゃったんですが、教えてください。キーバカンさん、たぶんウリボー2号さん、はい、私は毎朝紅茶を飲むのが日課なんですが、ここ数日はティーバッグで、紅茶を入れるたびにあの話を思い出してしまい、また難儀しています。サトママさんも、なんか、そうですね、マイカーはファイターズ塩さん、はい、キララさん、はい、DM さん、はい、ハモンバさん、はい、ガンちゃんの姉妹だったのがハモンバです。今日はこの件に関してのメールがいっぱいなんじゃないですか。2012年の13日目にして、早々の年間流行語大賞のノミネートレースを始めます。聞いてましたよと、上手にごまかそうとしてましたねと、いうメッセージをいただきましたね。
うのもありましたけども、うん、まあでもちょっと額が違うし、うん、影響を受ける人々と組織が大きすぎるのがダルビッシュなんで、なるほど、これをまたゼロに戻すっていうのは、これ厄介なんです。日本の球界とアメリカの球界にちょっとね、しこりを残す、しこりを残してしまう、見逃しできる。あ、なるほどね。だからもうちょうどお互いの主張の間ぐらいで収まりますよ。あ、野球経済評論家が言うのは間違いない。いろんなもん聞きましたけど、お前、弁護士は何言ってんじゃん、経済は初めて聞いた。野球経済評論家ね、野球経済評論家に漫談師が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 、はい、ということでね、ちょっとじゃあ、今週ですね、そうそう、また頑張りましょう。日本にとっても、彼にとっても、日本にとっても、レンジャーズにとっても、はい、はい、続いて、筋肉で筋肉痛だっていうさっき発言があったでしょ、はい、ね、それ本当、あのやっぱレベルの高いところで可動範囲も大きくしていくプロの世界なんですよ。それは自分の体の関節や筋肉をね、はい、それを今からそれぐらい目いっぱい使いますよって教えてくれるのが新人合同実践でトレーニングコーチの人がゆっくりと順番に教えてくれるんです、はい、確かにあこんな身のこなしがあったんだと、はい、あこの筋肉ってここまで使えるんだって発見だらけです。はい、よほどの強い体がもうキレがあると思ってきたけども使ったことのない筋肉や関節を使うとやっぱ体がびっくりして、はい、ちょ筋肉痛や関節痛が起きるんです。それなんです。これやっぱり全然練習ってさ、まあ、高校生とかってありますけど大学とか社会人を出て行ってもやっぱり練習量は量で言うとアマチュアの方が多いと思う。あ、うん、でも質に関してはガーッと変わる。だから僕が一番初めに感じたのは、あの足の裏カラスというのがこんなにあるのかと。はい、体操も多かったし、はい、それを使うトレーニングも多かった。これ、プロの世界入って思ったけど、やっぱり大きな筋肉を中心として細かい筋肉で体をコントロールするというものすごくその手の高い動きを求められるのがプロです。はあ、なるほど、思い出そのあたりをこう意識してもうより専門的にトレーニングするっていうのがマメングラフというか。そうですか、なるほどね。まあそれとね、今いろんなメディアが見てそれこそ元々はい、報道されてっていうのはやっぱり僕はプロとして幸せだと思う、うん、あ、なるほど、うん、それだけ注目されているという意識が高くなるからね、はい、うん、やはりプロの選手もそうですけど見られると、うん、それだけ見られてるっていう、見られたいはず、うん、人に見られたくない野球人はアマチュアでずっとやっとけばいいんですよ。趣味でやっとけばいいんですよ、はい、プロ野球人見られて評価されてサラリーとなって自分の生活になるわけだから、はい、見られるんですよ。見られたいはずですよ。なるほどね、うん、そこでより結果を出せるか、そう結果を出せるかということですね、うん、はい、続いてベリーベイさん、はい、毎週楽しく聞かせていただいてます。大きいです。今週は寒い日続いてますが、ガンちゃんのうち体調崩されてないでしょうかね。余裕的に先週ね、ちょっと体調がガンちゃんは2桁けど持ち直した、うん、